ニコナナチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。そしておはようございます。見た目はギャルだけど中身はキモーターギャップタレントのゆずりはずいです。おはよう、みんな。おはよう。今回の振り返りをさせていただきたいなと思うんですけども、前回アクエリオオールスターズを打たせてもらいまして、見た方はご存知だと思います。タコ負けです。大敗です。いやー、ちょっと 6.5 号機の辛いところを、残してしまいました。動画に非常に悔しい。いや、ゴリラアームのルイネーと呼ばれてる私、引きが全然炸裂しなくて、あの後しっかり筋トレしました。アームしっかり鍛えました。でちょっとね、まあこれからどんどん 6.5 号機、時代は変わっていきますんで、まあ、それに合わせて自分のアームを発揮できるように、まあ今日は頑張っていきたいかなと思います。でですね、本日お邪魔しているホールさんがですね、スーパーライブガーデン小山木沢店さんでございます。番組概要、コスプレの内容、ご褒美、罰ゲーム等々の詳細はこちらです。ダイスを振って当日のコスプレ衣装、実践機種を決めて勝利を目指して実践する番組です。見事勝利すればスタッフから惜しみない賞賛と勝利ポイント20ポイントが送られます。勝利ポイントが100ポイント貯まるとご褒美がもらえます。負けてしまった場合はとてもきつい罰ゲームが。勝利ポイントが100ポイント貯まったらダイスを振ってご褒美を決定。1か6が出たらアマゾンギフト券5000分、2か5が出たら私が着てみたいコスプレ衣装、3か4が出たら高級たわし。はい、といった感じでですね、今回の罰ゲーム、ハバネロチョコということで、いやチョコは好きだよ。で、ハバネロチョコってどういうこと？ハバネロにチョコが塗ってある、どういうこと？ハバネロ味のチョコ、ちょっとなんか味が想像できないし、ちょっと未知の感じで怖いんですけど、本当にみんな言ったでしょ、カメラマンさんね、私の嫌なとこばっかりそう思ってくるのよ、本当に。といった感じでね、ちょっと今回も罰ゲームきつそうなんで、まあ、罰ゲームを回避しつつ、前回負けた分取り返していきたいと思いますんで、プレイショーのダイスを振っていきたいと思います。いきます。運命のダイスロール、じゃあ5って何ですか？お殿様衣装？前期種のダイスを振っていきたいと思います。切り替え大事、運命のダイスロール、ちゃー。さあどっちだ、奇数だったらスタッフさんです、偶数だったらわし。3、優しいので、本当に前回タコ負けシチュメンタルやられてるので優しいので。はい、というわけで今回は奇数だったので、この後スタッフさんに、打ちたいというか、打つ奇数を決めてもらいたいと思います。さあそれでは本日も頑張っていきたいと思います。皆様最後までお付き合いください、よろしくお願いします。しょ、はい、おはようございます。今日はバカ殿様風、お殿様風衣装ということで、久しぶりにド派手な衣装で参りたいと思います。それでは元気に1枚目いくぞ、ゴー。よし、それでは参りたいと思います。パチスロ戦乱神楽バーストアップ、レディーゴー。やっぱ初打ちって何でもワクワクするよね。でですね、今回こちら、戦乱神楽カメラマンさんに選んでもらったんですが、選んだ理由としましては、まあ、もともとこのゲームが好きでよく遊んでいたらしくて、とにかく萌えなポイントがいっぱいあるらしいので、まあ、その萌えをたくさん見せてほしいと。見せてやりましょう。いや、前回アクエリオンで、ね、ガッタイムとか、あなたとガッタイムとかね、萌えなポイント、ほとんど見せられませんでした。私、萌えリベンジ会です。というわけでですね、カメラマンさんの願望を叶え、私も前回ね、ちょっと結構負けちゃったんで、その分もまあ取り返せるように、勝利ポイント刻めるように頑張ってまいりたいと思います。今日の目標、そうだな、その2大爆乳トリガーと言われている弓氷バーストか超絶バーストを聞きたいかなって思います。あ、広角のゾーンかな、多分さっきの
見た感じだと全長ステージみたいな。これで多分もうちょっとしたら敵が出てくるのかな。お、赤まで来た。あらら、あれこれ今キュインって言いました？当たり？当たりなの？キュインって言った気がするんだが、え、これでもキュインって言ったからあのボーナス当たってるんじゃないかなと思います。え、何これ、めっちゃなんかわからないうちに当たるの、ビギナーズラックだなこれ完全に。でこの子と戦うっていう感じ。すごいね、多分もう完全に神々しい神々しい、すごい。まあ、これは多分ボーナスが当たってますよっていう感じかな。はあ、いやー素敵なボインで結界突破というわけでボーナスですかね。白7というわけで、GO!名前がやばい。爆乳ハイパーバトル。爆乳。先鋒。アスカ。ジホー。あー、ここで再戦が使われましたねといったところでレア役追加だね。うわお、大将どなた？大将推しじゃないですか。やばい、敵の攻撃じゃんこれ。あー、おだめー。お前とは鍛え方が違うんだよ。なんぞ。3勝、5回中3回か。どんなもんなんでしょう。可愛い顔して物騒なこと言うやん。これも多分なんか味方から攻撃した方がチャンスとかあるんだろうね。ほらえ、もう追い詰められたよ。本当に 40% ある？なんか 40% といえば前回打ったアクエリオンもチャンスゾーン 45% ぐらいあってめっちゃ外しまくったんですよね。いやこれきつそうだぞ。無理じゃん。3勝っていうよりかもう1勝もできないよ。どうなっていらっしゃる。だとどうだろう。どうだろう。さあダメでしたと。いやー悔しい。はい、なんかびっくり。いやー怖っ。何？何？何？
ただの胸水化っていうだけかな。え、怖っ。何何、すごい、あのいきなりでっかい音だったから音もびっくりしたわ。わしびっくりしたわ。うわ、次回予告、あれこれ直撃、ある、直撃じゃないですかこれ。ボーナス、これこれ、ちなみにこれ本気最強の特化ゾーンらしいです。え、目標達成じゃないですか今日。やった、やるよ。うー、怖い。うわ怖い。いやー、ダメ、しょぼいしょぼいしょぼい。連打。
から技出した方がいいとかあるんでしょうね。もうね決まってますんで、いきます。あひゃー、やったぜ。ランクアップバースト、これが一応通常の、AT のやつですね。うわー、なんかこれ見てみたい。どうなんだろう、やっていきましょう。バーストが突破率とリンク、なるほど。じゃあこっからこっちが選ばれたらいい感じなのかな。おっと、ここ押したい。バーストアップ。あ、なるほどなるほど、はい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 。お、パネル消えた。これ突破では今のスタパネ消えたの気持ちいい。え、いい感じでは。あー、あと3ゲームバーストアップさせてください。狙え。どうだろう、うますぎる。やりモンスターじゃないこれ。紫まで来ました。105バースト、ラスト。連打いきます。ほらー、やりましたよ。めっちゃ脳汁ですねこれは。で、さっき言ったエクストラバーストをテーナに行くみたいですね。はい、1000枚突破したところで1006枚獲得で終了です。そしてさっきの新戦乱ルーレットに行くわけですね。で、こうやって多分ループというかしていく感じなやつだと思います。いやー、いいの欲しい、いいのが欲しいです。あ、野球ゲットした。終わりません。再戦どうだ。というわけで再戦3つと野球で爆乳ハイパーバトルです。野球は絶勝となる野球が参戦するみたいです。まあ、勝ち確みたいなことかな。
野球が再生したらやばいね。うわー、うわー、頑張んないとこれ。頼む。お願い。いやー、ダメだ。さあ次は絶勝なんで、野球なんであれですけど、いやーなんとか、なんとかスタイ、命がけでしたっけこれ。ここでレア役どうなるの。スイカ勝ち確だから、これどうにか、もったいない系か。うわー、あのスイカ他で欲しかった。だったらもう後がないよ。レア役を引きたいよ。お願いします。お願い。諦めるな。あー、残念、負けちゃいました。というわけでさっきの1006枚の獲得で終了で、通常ですね。マジかよ、マジかよ。緑だ、いけんじゃない。よいしょ、さあ参りましょう。はい、604ゲームです。投資は、32本3万2000円です。もうこれ AT 入れないともうダメ、打てない打てない絶対入れます。野球2つ、1回通せばいいんだからね。3回中1回でいいんで頑張りましょう。おっと、どうだ、頼む、強い目のレア役で。うーん、どうだ、これはこの強チェリーはどうなんだ。バトル準備中から終了画面表示までの間のレア役成立時に勝利書き換え抽選を行ってます。で、強チェリー 100% なんで、これ多分通ってるんじゃないかなと思います。赤、もう通ってるでしょ。さあ再戦で野球出てもいいよ。ということは大将誰になる。うわー、まずどうなるんだろう、超怖え。いくぞ、やったよ。多分さっきの強チェリー分ですね。あれ、これでもう安心して見れます。参ります。やったー、やりました。苦しかったよ。
少し首の皮一枚ね、つながりましたよ。参りましょう。さあここですね。お願いします。あ、さっきと一緒だ。でも大丈夫、やれるやれる。一緒に頑張ろうぞ。よいしょ。ラスト。やったー、とりあえずやりました。一個アップ、ナイスナイスナイス。次 88% 通しましょう。あぶねー、あぶねー、マジあぶねー。 90%、 息が、全力でやりすぎて息が上がってます。赤だよ、これ多分中からいったら一角とかじゃない。やってみます。ないとダメみたいです。とりあえずよかった。さあ 98%、 もうこれは実質ほんと 100% よ。よっしゃ、やり申した。ふう、青が見えない。紫まで来ましたよ。よいしょ。おっ、おりゃー、やったー。フリーズみたいな、第一停止フリーズみたいなのもあるんですね。やったぜー、ファーストアタックでござるー。はい、うわー、白だ、怖い。お願いします。とりあえず、いやー、お願い。なあ、白はついて、まあ、多分100枚は保証とかでしょうね。あー悔しい。100枚を持ってエクストラバーストです。381枚です。さあ参りましょう。新戦乱ルーレット、再戦。再戦、いやー、お願い、野球をください。やだー、野球をください。うわー、まずいよ。赤だ、いけるいける、大丈夫、赤ならいける。なんでここで使っちゃうねんって、任せらんないよ。いいよ、イカルガで使おう、イカルガで使おう。いいよいいよ、もう一個イカルガで使おう。大将イカルガ、いけるいける、大丈夫いける。後半参戦にかけよう。一勝でも先にしといた方がね、心にゆとりが持てますんで。脱いだぞ脱いだぞ、脱ぎましたよ、しがこれはチャンスアップ。うわお、強チェリーです。いやー、弱チェリー、勝てー、カツラギ。ええー、子やん、よく頑張ってくれたよ、ありがとう、マジ助かった。さあ、あとはもうこの3つのうち2つ、2個勝てばいいんだから、やろうやろう、俺ならできる。
カルカさん頑張ろうね。なっちゃいそうです。活躍してくれて。さあ大将
お前が大将や。イエーイ、これは何度も見てるけどいいね。お尻からこう来てくれるひばりちゃんがたまらんね。やりました、やれてるやれてる、いいよいいよ、コツコツ頑張ろうねみんな。さあ対戦よろしくお願いします。やったろうやないかい、頑張ろうね。まずこの 69% どうにかすれば大丈夫、いけるから。 69% マジお願い、ほらー、でゃー、やっちったー、やってしまったよ、もったいない。大丈夫、ここで取りましょう、もう一回引き戻そう。再戦、うわー勝率アップ、野球来て助けて、再戦緑頑張ろう。さあちょっと厳しい戦いかもしれんけど参ろうか。お、通った、ごめん全然今気抜いてました、完全に通らないと諦めてた。え、押しやるやんじゃないですか、押しやるやん、カツラギさんやるやん。もうじゃああと ひばりかアスカ、もうどれか突破すれば大丈夫、できるよひばりちゃん。そんなに早いですか。頼む、さああと1回だよ、あと1回、もうどっちか本当お願いだから頼まい。お願いします、勝たせてください。レア役、さあ追い詰められてしまいました。あとは大将に託しましょう。頼む、大丈夫、まだゲーム数あるから。レア役復活抽選、まだ諦めるな。ダメか、どうだ、うわー惜しい、やってしまいました。ハイパー爆乳ハイパーバトル終了です。はい、といったわけでですね、ちょっとまあ天国モードまで確認したんでこの辺で実践を終了したいと思います。結果はエンディングで、はい、というわけで、皆さん私のこのテンション、この疲れ具合
見ていただけたらわかるかと思います。まあ、簡単に、実践結果の方発表していきたいと思います。投資の方がですね32本、46枚貸しのお店さんなので1472枚ですかねになりました。で回収の方がこちらです。259枚ということで、枚数換算でだいたい1200枚ぐらいの負けと、今回もまた負けちゃいました。やだー、もういやめっちゃ出だしすごい良かったですよね。自分の目標も達成できたし、うわいいじゃんと思ってたんですけど、無事登山して下山してなんか私らしい実践となりました。でですね、まあ神楽の台的には設定的にはちょっとよくわからない、まだ初打ちなんでわかんないんですけど、本当にね引きとかも噛み合えばチャンスゾーンもっと上手にやれたのかなと思います。私が下手すぎたかなって感じあります、すごく。というわけで、ちょっと次回以降もうちょっとアーム鍛えられるように、今日はちょっとね最初いい感じにアームいけたんで、筋トレもっとしてゴリラアームを復活させていきたいかなと思っております。というわけでこの後は罰ゲームパートへどうぞ。はい、で罰ゲームの方がですね、ハバネロチョコが高額と低額バージョンがあるらしくて、1から3が出た場合は、とも低額バージョンのチョコ、10分の2、10個中2個辛いのがある。で高額、4から6が出ましたら10分の9、10個中9個が辛いのというわけで、まずどっちにするかを選んでいい。てか10個中9個ってふざけてますよね本当。じゃあ1から3出るように頑張りたいと思います。運命のダイスロール、ででん、生きた、少し生きた。そうですね、はい。でじゃあこの後今定格バージョンの食べる個数を決めていきたいと思います。甘いの食べたいからちょっと3つぐらいが、私の個人的な意見としては3つぐらいがいいかなと思います。それではいきます、運命のダイスロール、いや6個、ふざけてる。でもこれ辛いの6個じゃなくてまだよかった。まあ全部甘いのかもしれないですもんね。あ、そりゃないか。あ、そうですよね、10個中の2個だから5分の1だけど、引ければ全部甘いのだ。全部甘いのでがいいな。ありがとうございます。というわけで、今から低確率、10分の2辛いのが入っている、ハバネロチョコを食べていきたいと思います。はい、といった感じでこちらです。ハバネロロシアンルーレットチョコ見えますかね。まあ、こっから6個取ればいいんですよね。なんか色おかしくないですか。1 2 3 4 5 6個って多いんだけど、6、はい、6個です。私の運命はここに委ねられた。やだーといったわけです。もう6個もあるんでサクサクいきましょう。1個目いきたいと思います。あ、マイクでヨレヨレなの失礼。いきます、もう行こう、サクッと行こう。うん、甘い、普通のチョコです。やったやった、ありがとうございます。1個クリア。2個目いきます。あ、大丈夫です。3つ目いきます。なんか赤っぽく見えるの、気のせい、気のせいですか、気のせいですか。いきます。大丈夫大丈夫、危ね、焦った焦った、ありがとうございます。めっちゃ一気に行きますかもね。いやこれ全部甘いのだったらもうただのご褒美パート行きます。せーの、
ですよ皆さん。といった感じで皆さん、罰ゲームパート皆さん辛いリアクションをお待ちいただいてたと思いますが、無事 20% を取らずにいけた。だから 20% を通すのは厳しいっていうことですね。ぜひ皆さんこちらニコ7チャンネルさんのチャンネル登録と、ツイッターもやっておりますのでツイッターのフォローよろしくお願いします。私ゆずりはるえもツイッターやっておりますのでそちらのフォローもしていただけたら嬉しいです。あと高評価やコメント等もよろしくお願いします。それでは本日もありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。